んたらには分からんやろ。毎日毎日一日中天井見上げて飯食って垂れ流すだけの生活が。目が見えへんのにヘルパーができるんですか。おい、さあ、おい、やってみんと分かりません。ごめんなさい。ええー、お天気ですね。シワの寄らんようにしてな。おしっこが誘導されるさ。いつまでやっとんの。うるさいな。ちょっと黙っててもらえますか。うちらかて普通の人やのにね。俊作さんは体が動かへんし、うちは目が見えへん。それだけのことやのにね。もうこれ以上迷惑かけんといてほしい言うてますのに。迷惑かけんとうちらにどないして生きるんや。結局俺らは全部取り上げられなあかんのかな。何もできひん言うだけで全部諦めなあかんのかな。